コロンビアジリスは、哺乳高ネズミメリス科に分類されるジリスの一種。カナダ及びアメリカ合衆国の緑草高地や、高原の草地に群れで生息する。学名のコロンビュースは、生息地の一つであるブリティッシュコロンビア州を指す。カナダブリティッシュコロンビア州南東部、アルバータ州南西部、アメリカ合衆国ワシントン州北部及び東部、オレゴン州北東部、 アイダホ州北部及び中部、モンタナ州西部体長325から 410mm、お腹80から 116mm、体重340から 812g、平均5 7 6グラム。がっしりした大きな体、密集した紐、背部の日記色がかった高褐色の紐が特徴。顔や腹部は高褐色、目には 薄い炭鉱色の縁取りがある。背中は灰色がかった、濃い茶褐色。モンタナ州グレーシャー国立公園、ローガン峠の近くにて、レーノルズ山を背景に立つコロンビアジリスモンタナ州、グレーシャー国立公園にて、コロンビアジリスロッキー山脈中央部、標高213から2438メートルの鉱山の草地に生息する。社会性があり、大きな群れで生活する。 オスは生まれた場所から分散し、親類ではない複数のメスの中で群れを確立する。メスは一般的に生まれた群れに留まるが、新しい地域へ移動することもある。中高生で夜は巣穴に戻る。巣穴は精巧に作られており、冬眠にも使用する。冬眠用の巣穴の中には細かくちぎった草でドーム状の巣を作る。しばしば排水用の穴も掘られ、 秋や春の雨で、巣穴が、洪水になるのを防いでいる。一年のうちおよそ8.5ヶ月を冬眠して過ごし、残りのわずか3.5ヶ月しか活動しない。冬眠前には早春に備え、巣穴に食物を蓄える。オスは、植物が育ち始める前に冬眠から目覚めるため、生き残るためにはこの植物の貯蓄が重要になる。植物食。根、ね、球根、茎、葉、種。 みなど、多様な植物を餌とする。好んで、食べるのはタンポポ、チモシー、クローバー、ノコギリソウ。時として、昆虫、ネズミ、死んだ魚などの動物質の食物も摂取する。目や身を取るために、樹木や低木に登ることもある。ブリティッシュコロンビア州、ロジャース峠にて、巣穴から現れたコロンビアジリス春の初め頃、メスが冬眠から覚めると交尾する。 妊娠期間は24日、5月下旬から6月にかけて、平均2.7匹の子を出産する。生まれた時、この体重は6.8から1 1 4ムほどしかないが、その後、急速に成長する。生後3日で毛が生え、生後15日には歩くようになる。生後30日で離乳するが、生まれて最初の冬が終わるまでは、母親のそばで過ごす。オスは、 生後3年、メスは2年で、生成熟する。にア種が確認されている。絶滅危機には瀕していないが、コロンビアジリスが継続して毒殺されていることの影響が指摘されている。ジリスは放牧された牛と同じ草を食べるため害獣と、みなされ、多くの牧場主がジリスの個体数を管理するために、毒を使用する。こうした行動は、ジリスを獲物とするヒグマや雇用手、天属。 アメリカアナグマ、ピューマ、タカにも悪影響を及ぼす。ありがとうございます。